邪魔したのは JR 新南陽駅のすぐ目の前にある伊豆屋菓子舗。創業大正10年という老舗和洋菓子店です。ちょうど今月で102年目になりました。地域の方にすごい愛されてるんだなって実感してますね。まあ、昔こうだったよね、ああだったよねって、本当僕より全然年上の本当ご年配の方からすごいいろいろ言われて、地域の人に根付いてるからこそそういう話ができるんだなって。こちらは創業100年を記念して復刻販売された青のり羊羹波の花です。初代がその青のり羊羹っていうのを作っていたらしいっていう、その冊子だけがその伊豆屋に残っていて、それを復刻させようかって話になって、ちょっとやってみようって話になって作ってみました。青のりがほのかに香る白あんベースの羊羹。この辺りが昔海だったことから波の花と名付けられました。国産の小豆とかそういったものを使用してますので、材料はもちろんいいものを使っております。そしてこちらはシベリア。しっとり甘いスポンジケーキで羊羹を挟んだ息の長い人気商品です。これこそ本当に懐かしいって言って買われていく方はすごいいっぱいいますね。食べてやっぱ美味しいからまた来たよって方も結構いらっしゃいます。そして伊豆屋を代表するお菓子の一つが粒あんたっぷりの大判焼きです。うちはそのクリームとかなんか白あんとか一切せずに小豆のみだけでやってるお店なので、もう小豆にはこだわりが結構ありますね。北海道の十勝の小豆を使用していたりとか、生地の方もシンプルな味付けにして昔と変わらず提供しています。冬の寒い時期とかになったらやっぱり一番の人気商品になります。冬の人気商品といえばこちらも伊豆屋で和のシュトレンという形で和風のシュトレンを販売しています。シュトレンの真ん中には本来であればマジパンが入っているんですけど、そのマジパンの代わりに伊豆屋のコシアンが入っています。もう予約殺到というか、作ったらなくなってみたいな。決してそんなに安い商品ではないんですけど、10本20本買っていかれる方とかもいらっしゃって、こんなにみんなが求めているんだと思って逆に作った僕たちがびっくりしています。新南陽駅から歩いて30秒の距離なので、皆さんぜひ来られてみてください。よろしくお願いします。